皆さんこんにちは、サウンドナイン店長チャンネル、てんちゃんです。今日はですね、フレットをピカピカにする機械をご紹介したいと思います。こちらです。ドン、プロクソンのミニルーター。これはバフ研磨になるんですけど、やっぱりね、皆さんこうギター使ってるとこうやってフレットが錆びてくるんですよね。でこのフレットをね、綺麗にしたいんですけど、こう磨いてもね、ただ磨くだけじゃ本当にピカピカにはならないんですね。で、まあ、よくあるのがこういうピカールとか金属磨きで磨いたりとかはよくするんですけど、それよりもっとピカピカになるので、今日はそれをお見せしたいと思います。じゃあ早速やっていきましょう。まずはマスキングテープを貼っていきます。はい、まあこんなところでしょうかね。まあ、このマスキングテープ貼る理由としては、まあ、この指板面をね、傷つけないようにするためですね。はい、で次にこういう消しゴムのようなね、ヤスリを使います。でこれでまず、はい、削ってあげますと。削ってあげるというか、このサビをまず取る感じですかね。はい、でまあこれだけでもだいぶ綺麗なんですけど、これにプラスしてこのルーターで磨き上げていきましょう。当てる方向は一定で、はい、どうでしょうか。はい、これだけでもだいぶね、違いがわかるんじゃないでしょうか。はい、もうこんな感じです。こんな感じでね、ピカピカになります。じゃああと4本いっちゃいましょう。はい、できました。あとはこのマスキングテープを取っていきます。はい、こんな感じですよ。どうでしょうかね、わかりますかね。ビフォーアフターになってます。これね、カメラじゃなくて現物見るとめっちゃ綺麗になってますよ。ルーターはね、まあホームセンターとかで売ってるんですけど、1万円ぐらいするんですけど、こんだけフレットがピカピカになるのであれば買うのもありかなと思います。はい、一応こんな感じで今日はですね、フレットピカピカになるよっていうご紹介とともに、このプロクソンのご紹介をさせていただきました。よかったと思った方はグッドボタン、チャンネル登録お願いします。その他動画もありますので、そちらもご覧ください。どうもありがとうございました。Thank you.